はい、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もパンティラッシュをやっていきましょう。ということで、はい、ってなわけでですね、今回なんですけども、カイドウのね、無敵をめちゃくちゃ打ち放題にしたいなと。はい、いうことで、まあ今回ね、カイドウを使ってやっていきたいんですけども、今回やっていく編成がこちらですね。うん、キング、クイーン、ジャクと。で、最近ね、まあカイドウ結構使ってることが多いんですけども、ダッシュ速度、ドフィアカロー編成でね、まあ超やってたんですけども、まあね、やっぱりダッシュ速度めちゃめちゃいいなっていう風に感じてて、ただね、やっぱりタイマンとかになってくるとね、スキルにもうちょっと高回転率で回してほしいっていう風にやっぱ思っちゃうよね。あ、そうなった時にこのダッシュ速度も追加されので、自陣に生きる、いる時にスキル2短縮で、これ敵陣にいる時にスキル2短縮ね。で、常時が 20% 短縮で、まあ常時、まあ基本的には 30% 短縮をやってっていけれる編成。これがね、30% 常時なんやけど、めちゃくちゃ早いんよ。うん。まあ、なんでね、今回ね、こちらを使って、カイドウでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツ。はい、それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、いや、マジね、俺これ聞いてほしいんだけど、この動画作るの2回目なんよね。まあなんでね、もうこれ、もうせっかく昨日、まあいいリーグのやつ取れたんだけども、さあ、まあ結構ね、まあ喋りもね、ちょっとね、楽しく面白くちょっとやってたんですけどね、間違って こいつ。間違って消しちゃいましたね。OK! さあ、これで吹っ飛ぶ。さあ、で、とりあえず、ここ決中。で、ちょっと待って、アルベルを OK。んで、ワン、ツー、ハイ、スリー。OK、ナイス。んで、ここで撃たれる。もういい。それは分かってる、分かってる。いや、ちょっと待って、キングも来たよ。もうちょっと、ワン、ツー。ちょっと、誰見たらいいの？俺はちょっと、誰を見ればいいんです。あ、いや、OK。よしよし。耐えてる、耐えてる。ちょっと待って、待って。ありがとう。さあ、で、これでいける。あー、いや、バジ入ったかな今。どうだろうか。んで、今俺一応散ったな。んで、そ、あ弱いぞー言うてるけど。行くぞーみたいな感じで。まあ、弱くはないよ。負けました。タイヤリです。よーし、じゃあ、行こうか。んで、まあ、とりあえずね、無敵が高回転率で。いや、回してるのはね、これマジでね、マジで、普通のやつよりもうめちゃくちゃ早い。んで、はい、まず、OK ナイス。んで、ワン、ツー。んで、からの、はい、無敵合わせていく。さあ、ブーストね、高火力、無敵、スキルで、あと、ワンパン、あ、逃げられました。さあ、で、おー、ナイスナイス。んで、ここ取れる。よし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 。さあ、で、後ろが空いてる。オッケー。さあ、これ気づいた？あ、カイドウか。んで、これアルベル。オッケー、ナイス。んで、ちょっと待って。はいはいはい。いや、もう、無理ですやん。ひき肉です。無理ですやん。無理ですやん、それは。それは無理ですやん。もうだって、ダメージの方が先に来てたもん。ね、なんていうん、その、このね、ビーム出るよりダメージの方が先。無理やん。それは無理やん。で、とりあえず取っていこうか。で、さあ、誰だ？あ、アルベルか。これがちょっとやばいな。はい、よいしょー。ケナイスワンって。相方の、はい、打ち込め。よし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 。さあね、とりあえず抜いていこうの。はい、飛んできた。オッケー、はい、ワン、ツー。はい、ワン、ツーからの、もうここね、2対1になるやろ。無理やから。はい、ここ、楽々ゲッチュと。さあ、もうこれはもう結構、もう優勢ですな。で、まあ、カイドウがいるから、もう俺どうせこっから離れらんないんで、もう大丈夫そうっすね。じゃあ、ここ、飛んできたとしても、俺は無敵スキルでぶっ飛ばせばいいんで、もう大丈夫っすね。いけるいける。よし、よかった。もう、本当に。まあ、魚人島のカイドウって本当にうざいよね。はい。さあ、てなわけで、まあ、3人の勝利かな。あ、OK。ありがとうございます。機動力で。書きます。ラグナラクさん、ありがとう。ってことでですね、はい、今回はですね、まあちょっとね、敵にニカがちょっと3体いて、こっちにもディフェンダー3なんで、ちょっとさすがに、キング出して、ここ取ってあげないと、ちょっと後々ね、もうこれ取り返せない状況になりそうなので、はい、キング出しで、ただもうここで、はい、そうです、生まれ変わります。そう、ケムクジャから逃げる。ケムクジャからです。
朝の6時ですよし、じゃあ行こうか。さあ、ヤマトのところ潰しに行きたいと思って見てたけど、なーミニマップ見てたらバジュラング感を避けきれない、このほんと失態。オッケーナイス。さあ、その失態をこれでカバーしていく。さあ、裏開いたね。はい、ってことでバイバイキーン。さあ、これはでかい。いきなりチャンスが2回連続訪れたら、もうマジで好機。さあ、てなわけで、どうしよっか。いや、で、裏でがあれ、多分ゼファーが言ってくれてる。あー、そこ負けたか。あー、負けたか。ちょっと待って。あ、ヤマト行った。いや、ヤマト2かってことね、そこ。B フォロー入る。あー、ちょっとなー。まあ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 。これヤマトやろ、多分。あー、ヤマトですね。オキオキ。いやー、やめてください、本当に。いや、でも、でか、でか、でか、いや、ありがたい。ありがたすぎる。めちゃめちゃありがたい。ちょっと待って。はいはい。もうヤマトは、もうとりあえずカウンター出たら、はい、勝ち。もうこれで勝ちだからね。やっぱパパのこの偉大さが、さあ、てなわけでバイバーイ。オーケー。で、どうだ、どうだ、どうだ、あ、味方や。あー、もうちょっとボイス変えてくれ、味方と敵の。オーケー。で、あ、この2かでも、あ、ちょっとミリやな。ちょっと待って、ワン、ツー。で、あー、やりきれんか。さすがにこのカイドウの火力をもってしても、いやー、ちょっときついか。いやー、持っていけんな。まあ、とりあえず回復のかかってるか、OK としようか。で、うわー、仕返しされていく。待って、それ2か開けて大丈夫？そこ開いてるよ、ってか普通に。ラッキー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 。オッケー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 、ナイス2か。で、でかい。よしよしよし。で、これでまた裏開く。オッケー、ラグナラクで飛んでいく。機動力で書きます。ラグナラクさん、ありがとう。ってことで、はい、まあとりあえずゲットかな。で、誰か来てる。さあさあさあ、カイドウか。お、ナイス感で。ちょ待って、カイドウやっとこう。もう飛ばれるのめんどくさいんで。うわ、やりきれん、ごめん。ごめん。さあ、あっち行かれてる。あ、でも、まか、だい、あー、来てくれんの。あ、ちょ待って、どうで、ちょ待って、2人取られて、まあまあまあ、ここ取るわ、じゃあ。オッケーオッケーオッケー。そういうことね。そういうこと。お前は裏に行けと。裏を飛べと。お前は飛ぶキャラやと。いうことをちょっと教えていただきました。本当にありがとうございます。本当に。いや、4つ取れてるからね。もうここ安心して守っていけるね。ワンチャン取られても大丈夫かな。オッケー。さあ、ワン、ツー。はい、オッケー。あは？もうさあ、違うやん。前足上げてるやん。なんで後ろに飛ぶん？もう。はい、それではですね、ラストやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで頑張っていきましょう。はい、まあ体感ね、マジでこのスキル2短縮めちゃくちゃ早く感じると思う。例えばね、ドフィア、アカロ、ルーシーとか、まあ使ってる方やったらね、もう全然違う。しかもしっかりとダッシュ速度 8%、まあ、基本的にはつくからね、これ。この固有特性、マジでキングの固有特性はめちゃくちゃいい、ダッシュに関してで言うと。で、まあ、とりあえず、はいはいはい、それ危ないよ、オッケー、ワン、ツー。で、とりあえずこれで、これを打っといて、で、逃げさせてくれ、オッケー、でかい。よし、初手死には回避した。さあ、で、ここのキットに、とりあえず、こづいて、はい、こづいて、こづいて、こづいてからの回避。間に合わぬ。全然間に合わぬ。回避完全になくなってた。いける。よしよし。は？もう。なんで、当たり判定ゴリゴリゴリ。おーし、鎮火させたぞ、こいつ。よし、アルベル鎮火させたのでかい。さあ、裏ガラ空き。じゃあ、ゲットしていこうか。さあ、まあ、超過削るんでかいね、これね。んで、ここ。いやー、あれ、何もかも間に合わん。何もかも間に合わへん。まあ、とりあえずこれでかいね。で、もう少しでブースト来るから死にたくない。いやー、ちょっと待って、一旦だけ、ちょっといいよいいよ、もうその旗あげるから、いい、俺を生かす方向で、検討してください。オッケーオッケー、よしよし、来るな。オッケーオッケーオッケー、で、うわ、終わった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 、ちょっと待って、おお、終わってない、生きてる。俺生きてる。よしよし、でかいね。まあこれもそうよ、スキル2短縮してるから今ね、さっきアルベルをスキル2で倒したんだけども、ここのゾロ戦にスキル2がしっかりとあったっていうことだよね。まあもうここがもうすでに良さが出まくり状況ですね。でもうすぐでスキル2たまるやろ。で、あそこの2陣はさすがにアルベルが守ってるんやろうけど、まあまあまあ2対1は無理やわな、それは無理やわ。
さあで、まあ、とりあえずここ守っていきながらチャンスを、あーキング来る、よしよしやろう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 、うん、キン、え、うん、いやー気まずい気まずいねんそれあー結構よく見るけど気まずくなっちゃうから、いやちょっと、でもワン、ツー、はいワン、ツー、はいスリー、オーケーオーケーオーケー、ナイスナイス、うんーで、さあ、オーケー、ここ空いた、でとりあえずいける、いける、あーいやニカが動いてくれるマジで助かる、うん、よしよしよし、さあこれゲットした、んでちょっと待って、オッケーでかい、ちょっと待ってこれで太さやろ、オッケーオッケーオッケー、んでちょっと待って待って、でこれ絶対溜まってないから、はいはいはい、ここはもう角で抜けるね、もうゾロはねスキル1使ってしまってるんで、もう俺を飛ばすことができない、さあでブーストきた、はいもうこれはもう耐久です、はいもう何もしません、何もしません、はいもう外に出なきゃいい、外に、はいはいはい外に出なきゃいい、よし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 、もうこれは無理ですね、アタッカーじゃ残り4秒3秒ではこれ抜けませんけども、あっちは大丈夫、オッケー